いい場所にいるか、まあ、そういうところもすごく勉強になりますし、今日のゲームはお互いがそれができるチームなので、あ、これまでの記録を塗り替える来場者数になるかもしれないと言われています。アウディフットボールサミットパワードバイドコモ FC バイエルミュンヘン対マンチェスター CFC の一戦、ゲームがスタートしました。ここで寝てちゃんとボールを見て前向きに寝てます。おお、上から落としてきました。縦回転で、うん、ね、はい、落とそうとしますね。コバチッチ、あ、いいとこ入った、間を取ります。リコルイス、おー、入れ替わって自分で押されましたが、うわ、どか、おー、流し込んだ、先制マンチェスターシティ、マカティ、いやー、いい崩しですね。右サイドの崩しからです。スが出たこのタイミングが良かったですね。このウォーカーからの受け方、一回当たるんですけど、もう一回粘って入ってくる、まあ、ブロックはされましたけど、しっかりとマカティが最後決めましたけど、やっぱり何でもできるんですね、リコルイスは。そうですね、いや、こういう若い選手たちが作って最後決めるっていうのはいいんじゃないですかね。しっかりと顔を上げてラストパスを出していました。バイエルンは後半からゲームキャプテンがキミヒからゴレツカにここ変わりましたね。そうですね、まあ、バイエルンも結構変わってますね。なんですかね、1本2本つながれる前に囲い込めっていう人もいますしね、うん、はい、起きた、抜けてベルナルド・シューバー、ナイスブロック、うん、はい、スタイシンジャーでしたかね、センターバックやってるんですね。そうですね、はい、今日はキム・ミンジェはプレーはしないようです。全く準備をしておりません。サイドからフレツキ、抜ける、抜こぼれた、ハンブルしたボール流し込みました。1対1、マティステル、バイエルン追いつきます。しきれなかったんですね。そうですね、まあ、弾いてしまったっていうところはありますけど、まあ、難しい対応だったとは思いますね、はい、まあ、でもやっぱりこういうところでもこういう決めきる力というのはやっぱりすごいですよね。バイエルンも フォーデンからハーランド、ヘッド、おお、その前のシーンです。ラポルトですね、うん、ショートコーナーを使います。ボブからセンターリターンを受けるフォーデン、こぼれた、流し込んで再びリード、マンチェスターシティ、跳ね返り、まあ、反応でしたけれども素早く決めます。まずここでいい受け方をしたフォーデン、いい、こぼれてくるのがね、ええ、